はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。今日はね、めっちゃ酔ってるよ。久々に酒飲んだな。本当に久々に酒飲んだ。なんかこれでもかってくらい飲んだね。ちょっと、もう酔っ払ってるのがバレバレだよね。飲んでない。まあ、飲んだけど、酔ってはないと、いう、まあ、あれだよ、酔っ払いあるあるが言うやつだよね。酔ってるくせに、ベロンベロンに酔ってるくせに、もうなんか全然言うことがダメみたいなね。いやー、でもまあ楽しかったんでいいかなと思って、そんな中でプレイするんで、ぐちゃぐちゃになってもまあご愛嬌ということで許してくださいね。まあ楽しんでやっていきましょう。まあちょっと時間が今日あるんで、連続撮りでどこまでいけるかわかんないですけど、まあやれるところまでやっていこうっていう感じかな。うん、ね、本当にね、なんだろうな、こう、筋トレをやってるって話もしつこいくらい僕してると思うんですけど、筋トレやってるとね、どうしてもやっぱり、なんだろうな、今くらいのペースだったら皆さん読めました、文章。僕のくだらない おしゃべり聞きながら、まあ、聞いてもらえれば OK かなと思って。うん。でね、筋トレし始めてから、やっぱ筋トレっていうか、そのアルコールを摂取しちゃうと、どうしてもなかなかね、筋肉によろしくないっていうのがあるんで、お酒飲むの極力避けてたんですよ。でもやっぱり、飲む人が一緒に言うとね、飲んじゃうっていうのがあるよね。もうそれは、ご愛嬌だよね。まあ、これがちょっとどのタイミングで収録したものをあげるのかっていうのはね、取りだめ分もあるんで、ちょっと正直わからないところはあるんですけど、まあ、楽しかった。久々に楽しかったね。あんだけ弾けたのは。なかなかなかったよね。そんな感じだね。ねえ、やっぱり、いろいろとこう人生の先輩にお酒連れてってもらったんですけど、まあ3軒くらいはしごしてね。やっぱそういう中で、いろいろと、こう、なんだろう。人生のアドバイスもらったりとか、まあそれからね、いつか、ね、まあ数年後にお互いのそういうタイミングが来たら、一緒に授業やろうやとかね、そういう声をかけてもらったりとか。したんで、やっぱりこう人脈というか、人と人とのつながりってすげえ大事だなっていうのを思った時間だったな。久々になんかあんなに弾けたよね。なんかまあやっぱ家族と一緒にいるっていうこととのまたちょっと違う楽しさっていうのかな。もうそりゃそうだよな、そりゃそうなんだけど、 あったんで、すごい楽しかったっすね。楽しかったしかお前ボキャブラリーないんかって言われちゃうかもしれないけど、ということでね、まあ、いつも通りね、ちょっと今、ライフルの弾を使い切って、戻ってっていうのをちょっとやって、で、これで改造するとね、弾がまたフル装備、フル転されるんで、まあ、そんな感じでね、ちょっと、はい。あ、威力上げられるんだ。上げとこう。で、ライフルの弾を17発、これでタダでね、こういうところで節約をしていくっていうね、こういう貧乏症なところがダメなんかもしんないけどね、まあ、お金も余ってるから、ね。いいでしょう。お金余ってても弾が余るとはな、保証がないからね。はい。ここでもね、ちょっとね、チェーンソー出てきーの、エルフィガンテ2体出てきーので、結構大変なんだよね。どうなるかだよね。まあ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 、なんとかなるっしょ。じゃあ、今日、なんか結構ね、なんかありがたいことに、その、一気にトークテーマみたいなものを、友達とかからね、いろいろたくさんいただくことができましたんで、ちょっと今日はね、それに沿ってね、お話をしていきたいな、というふうに思います。じゃあ、まず一発目はね、はい。挨拶する人とか謝る人に関してっていうことでね、あ、これでもわかるな。その、なんだろうな、人としての基本ってあるじゃないですか。人としての基本。その朝起きた時に家族同士だったら挨拶する人とか、地域活動とかで、その小学校とかの時に歩いてたら、その、今時はそのなんかゼッケンつけたりとか、なんかなってたらあれあれ、なんかカチューシャじゃない。なんだっけ、なんかタスキみたいなの巻いてさ、なんか地域なんちゃらみたいな書いてる人とかもいたりするけど、そういう人たちが立っている時に、その挨拶がきちんとできる小学生とか、家族同士でもおはようございますとか、いってらっしゃいとか、お帰りなさいとかね、そういう言葉はね、ただいまとかさ、っていうような、言葉がけができる、やっぱ、人って、なんか、誰からも好かれるよねってすごい思う。逆にその挨拶がぶっきらぼうとか、そもそも挨拶すらしないとかってやつ、時々いるけど、もう、そういうやつと、なんか、触れ合った瞬間に、もうこいつとはなんかもうコミュニケーション取りたくないわとか、取るだけ無駄だわって一瞬で思っちゃいますもんね。だからそこの評価ってすごい大事だから、
でそれってしかも挨拶のおはようございますとか帰る時のお疲れ様でしたとかさよならとかってその小学生だとさよならとか言うと思うんですけど、そういう声掛けとかってタダでできるじゃん。タダでできて相手からの評価ぐんぐん上がって、それできない、うわちょっと待って、うん、できない人との差っていうのがぐんぐん上がるんだったら、もうたった何 ?7 文字じゃなくて、おはようございますは9文字か。9文字言うだけでいいんだったら、もうガンガンした方がいいよ。ガンガンした方がいい。うん。すごい大事だから、挨拶って本当に。その一発で、こいつのと話をしようとか、こいつと付き合った方がいいとかっていうの、その評価っていうのにね、ガンガン繋がるんでね。うん。だって逆にされた方らさ、された側でさ、すごい気持ちよさ感じんじゃん。うん。ほら、なんであれがね、できないのかなっていうのがすごい不思議に思うんですよね。小学生の時なんかは、なんか、その僕の家族、その3兄弟の、で、まあ僕長男で、あと男2人、下弟2人がいるっていう感じだったんですけど、まあまあそれはいいとして、その僕の家族って、僕の兄弟みんながきちんと挨拶できるっていうのがすごいなんか、近所の評判だったらしくって、なんか、なんとか系はそのブルーホース系 のみんなはすごい礼儀正しくていいよねみたいな、そういう噂というか、なんかあのいい評判が立ってたみたいなんですけど、逆に挨拶しないやつってどんなんなのみたいな、すごい小学生ながら思ってましたけどね。うん、まあだから小学生の時からずっと思ってたのが、そのまあ友達とかが挨拶しないみたいな話とかはあるみたいで、そんなのどうでもいいんだけど、その先生とかでさ、あの挨拶しなさいとかさ、遅刻しないでください、あ遅刻するなよとかってすげえ偉そうに言ってくるじゃん。特に風紀とか学年主任の、あの風紀委員会とかさ、学年主任の学生指導かなんかね、そういう指導の先生とかってよく言ってくるけど、そいつらがさ普通に授業遅れてきたりとかさ、だから学校で挨拶しなかったりとかさするじゃん。なんか校門の前で偉そうに立ってさ、で先生おはようございますとかって声かけてさ、はいはいって挨拶なんですかって、え、はいっていう挨拶ってあるんですかって、それって返事って言うんですよって思うんですよ。で挨拶に対するのは返事じゃなくて挨拶で返すべきなんですよ。なんでおはようございますはい意味がわからんじゃん。うん、何に対しての反応なの、返事なの、反応なのって思うのね。挨拶に対して挨拶で返すよ。おはようございますって言われたらおはようございますだし、こんにちはって言われたらこんにちはだし、こんばんって言われたらこんばんはなんよ。うん、だって考えてみいや、あのアメリカ人でグッドモーニングって言ってイエスって言うバカいないでしょ。そういうことなんよ。うん、それと同じだから、もうなんか挨拶できない先生の言うことをなんで俺たちが聞かなきゃいけないんだって、ずっとその違和感はあったんで、あ本当にまあね、そういうレベルの人たちが生徒を教えているから、ね、日本の教育っていうのはその平均化されても突出した人間が育つようなことないんですよ。だって先生のレベルが知れてんだもん。先生のレベルがそのずば抜けてたりとか、あるいはその社会人経験があって会社で働いた経験があって、こうしたらやしたらいいとかって、その一般的な理論を知ってる人たちが学生を指導してるんだったら、その先生教えられる側のそのレベルとかっていうのも、まあ、変わってくると思うんですけど、うん、もうちょっと喋るの夢中になってて前に進むの忘れてた。ちょっと待ってね。うん、あとね、もう一つ、その、謝る人ね。なんだろう。自分が悪いかどうかっていうよりも、その、もうなんか、しょうもないことでずる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 引きずって、時間を過ごしてお互い険悪になるっていうことが、すげえもったいないと思うんですよ。だからそうなるくらいだったら、なんか、ちょっと、まずいなって思う瞬間が出てきたときには、即ね、自分が悪くない、100% 悪くない状況だったとしても、立って謝るっていう習慣つけといた方がいいですよ。うん。それはね、すげえ思う。うん。そこでパッて区切ってしまって、はい、切り替えてって。で、なんか、それでぐじぐじ言ってくるようだったら、もう謝ったからいいじゃんって済ませられるんですよ。うん。謝ってまだ言ってくんの、何が問題なのっていうふうに、今度、相手に責任なすりつけられるんで、自分からの謝罪終わって矢印が終わったから、向こうがごちゃごちゃ言ってきたら、今度悪いのは完全 100% 向こうになるんですよね。だからそういう意味でも、打算的に謝るのはあんまり良くないんですけど、まあでも、その謝罪っていうのは、いい悪いは別にして、自分から先に謝っちゃった方がいいですねっていうのはすごい思うね。ここがやっぱタイミング使いどころっていうところかな。うん。そんなところだね。あー、でも、はい。
まあでもこれはね、こればっかりはね、まあね、人生そうはうまくいかんぜよって感じだからね。うん。ということで、ちょっと、すげえなんか、あれだね、なんだっけ。マウスがグワン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 するっていう。よろしくね。で、これを使いたいところなんですけど、もうちょっとあの、お金稼ぎの方に、ね、走りたいと思うんで、これは一旦ね、こっちで、普通に、ほい。で、登ると。これ一発じゃ多分死なないよね。あ、なんか遅っ。ちょっと待って、C めっちゃ連打してるけど、全然切れてない。6発貸すやん。ダメじゃん、これ。OK。あ、やばい、これ。ですよねー。ですよねー。死ぬ。ちょっと、あの、回復する前に、ちょっと、さっきこれ、あの、へっこむ前にね、切っとかないといけないからね。うん。まあでもその、まあ元々のその、今日飲みに行った人が知り合いの人たちってことで、僕のね、ちょっとね、その、当時働いてた会社のこととかのこと、根掘り葉掘りとか聞かれて、まあ、僕はその、結構上の人から気に入られてましたみたいな話を、まあまあ自分で言うのもあれなんだけどね、まあ実際気に入られてたんですよ。なんでかっていうと年間表彰の時とかって僕絶対呼ばれてたんで、会社の。ところがその月に1回とかのペースとかでなんかね、会社でその会議があって、その時に今月頑張った人 MVP みたいなのを選ぶみたいなのがあったんですよ。そこで僕って選ばれること 100% なかったんですよね。で、実際にその、なんか投票した時、投票する時になんかメモみたいなので、これだからこの人はこう頑張りましたみたいなこと、なんかメッセージを書くんですよ。そのメッセージが、その、MVP に選ばれた、まあ、各部門なんかいろいろあって、MVP に選ばれた人たちは、表彰3人くらいかな、毎回されてたんですけど、その、選ばれなかった人に関しても、この人からこんな風にもらいましたよ、みたいなのを、こう、引き出しとかに入れといてもらえるんですよ。それを委員会を、ああ、ちょっと待って、委員会でやってた人からね、あの、後でこっそりと。僕、入ってることなかったですからね。っていうことは、僕はあの、その、上層部から気に入られてたかもしれないけど、残念ながら、ね、あの、立場が近しい人たちから嫌われてたんですよ。で、最たる例が、嫌われてたその最たる例が一体何かっていうと、同期に LINE ブロックされてるんですよ、僕。ね。同期が僕を除いたら5人いて、まあ、トータルだから6人いたんですけど、そのうちの2人から僕は LINE をブロックされてます。うん。これなんで分かったかっていうと、なんか返事返ってこねえなと思った時期だったんですよ。LINE 送ったの。なんで返事返ってこないんだろうなと思って。返ってこないから、なんか、その、会社とは全然関係ないね、友達からね。なんかこんなんで返ってこないんだよね、みたいな話したら、ブルーホース知ってるって言われて、何 ?LINE がそのブロックされてるかどうかが分かる方法があるんだぜって言われて、なんかあれって、そのスタンプをプレゼントするってあるんですよ。スタンプを自分用に購入するっていうのと、そのスタンプを人に使えるようにするためにプレゼントするっていう方法があって、で、プレゼントをしたときに、その人がそのスタンプをすでに持ってますっていう表示になったときは、ブロックされている証拠らしいんですよね。あ、やべえ、マグナム、もうねえや。そう。っていう証拠らしいんですよ。うん。で、あ、そうなんや、って思って。で、その、僕の LINE の友達みんなにやったわけじゃないですよ。その会社の同僚じゃない、同期2人、同じ年に入社した2人から LINE が全然返ってこないから、LINE 送ってみたら、あ、LINE じゃない、スタンプをプレゼントで送ってみたら、案の定、この人にはプレゼントできません。この人はもうすでにこの、LINE を、スタンプを持ってますっていう表示になった。あ、なるほどなと。あ、俺ブロックされてるわっていうことに気づいた。残念ながら、ブロックされてました。他の、やつら、他の3人か、には送ることができたって、5人中2人にブロックされてたっていうことに気づいたっていう、そんな感じだね。うん。で、ただ勘違いしないでほしいのは、たまたま送ったプレゼントが、もうすでにその人の中に、スタンプとしてある場合、は、本当に、もう、この人はもう購入してるから送れませんってなるんやけど、
まあ1個たまたま送ったのがそうかもしれんと思って、 2,3 個試したら全部送れませんってなったんで、あ、これはもう確実にブロックされているなっていうことが、まあ、判明したという、そういうことだったんですね。悲しいよね。で、なんかね、もう一人の子はなんかさらにめちっこくって、あの、恐ろしいなって思ったのが、僕その子のなんだろう、あのツイッター、一人のそのうちの一人のツイッター、僕知らなかったんですよ。知らなかったんやけど、その別の同期の子が、あ、なんか相互フォローしてるよみたいな感じで言われたんで、あ、そうなんやと思って、でその相互フォローしてるその友達フォロワーリストから見に行ってみたら、見たこともない、うーっちかびっくりした、見たこともないはずやのにもうすでにブロックされとった。ツイッター分かりやすいもんね見に行ったらあなたはブロックされていますってなるからね、えってなったもんね。さすがに引いたわ、それは。俺が何したと思ったもんね。だってあの同期5人うちのそのツイッターもラインもブロックしてきたやつだけが俺の結婚式に来てくれてるの、うん、結婚式に来てくれてるって言ったし、特定される、まあ5人しかいないから、ね、本人だったとしたら誰かって分かってるから、ね、まあその僕の頃あのなんだろう、 YouTube 知ってるかどうかも知らないけど、教えたこともないし、まあそもそもね、性格とか好みが全然違うから、こんなのわざと見に来るとは思えんけどね。結婚式にまで来てくれたのは、 LINE も Twitter もブロックしたんですよ。だから僕がその会社を辞めた後に結婚してるんですよね。あの同期だった頃の結婚、同期だった頃に結婚したわけじゃなくて、僕が先に辞めて、まあ、その子も会社を辞めて、にはなるんですけど、うん、びっくりしたよね。結婚式に来た後に特にその子とコミュニケーションを取った云々じゃないんですけど、それも結婚式を挙げて、あげたのが20年2月で、20年3月にブロックされたの。うん。そう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 。だから、ね、結婚式に関する話で、あの、こういうのを、なんか、アルバムできたから見てね、みたいな、なんか、そんなのを送った。それの返事がなくて、あれって思ってたんですよね。で、その直後に別の子にも、あの、結婚式、こんなあげました、とかってやったら、その他の子とも、その他の同期からは、おめでとう、おめでとうとか帰ってくるのに、一生帰ってこんから、なんやろうと思っとったら、あの例のそのブロックの方法を調べてみたら、そこまで僕もね調べんのなんか変な話やなと思ったけど、なんか気になるからちょっと試してみてやったら、うん、案の定やられとったっていうね。もうこいつらもう鬱陶しいけ無視する、うん、邪魔だ、鬱陶しいから無視する、あ、ちょっと待って、もう全然違うところ向かっとるやん、腹立つ、はい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 、さよなら、うん、タイム相手しないよ、相手してらんないよ、はい、オッケー、こんな感じ。そうだよね、原因がわからん。まあもともとそのだから近しい存在から嫌われてたって話さっきちらっとしたけど、まあ、それなんやろな、結局な、同期が一番俺のこと嫌っとったんやと思ったその瞬間、うん、まあでもそりゃそうだよな、だって毎年さ、俺ばっかさ、表彰されてさ、同期は何も、得られないままだったもんね。うん。どうしよっかな、こいつら相手にしてく？でもなんか、弾もったいないしな、レッドアイとか、グリーンアイ手に入れるためにぶちのめすかどうかですね。まあ、だから、うん。人はどこでどう評価されとるかっていうの全然わからんけん。みんなも注意してね。自分が、僕はその同期のこと好きやったよ。好きっていうのはその、なんていうの、異性とか同性とか、そのなんか、ラブの意味じゃなくて、ライクの意味で好きやったよ、普通に。だって同期やし、あの大切にしたいし、うん。いろんなことで、そのやっぱ助け合う存在って結局なんだかんだで、先輩でもなく後輩でもなく、同期が、裏切られたと思ったね。もしかしたら、僕じゃなくて向こうにとって何か、僕が裏切った何かがあったのかもしれんけど、それは分からん、事実は。ということで、暗い話になったところでチャプター、クリアしちゃったから、もう一旦ここで切ろうと思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。